ZGMF-1000 ザクウォーリアおよび ZGMF-1001 ザクファントムはハイブのウィザードを完走することで作戦目的に応じた装備を獲得できる。各種ウィザードは両機体ともに共通で使用可能。ガナーウィザードは砲撃戦仕様の装備、高エネルギー長射程ビーム砲を使用し、タンクからのエネルギー補給で数時にわたる砲撃が可能となる。ブレイズウィザードは高出力スラスターを搭載した高機動型装備、ファイアビー誘導ミサイルを多数発射する。スラッシュウィザードは格闘専用の装備、ハイドラガトリングビーム砲、伸縮式のビームアックスなど接近戦で威力を発揮する。ザクシリーズはウィザードの完走によってその汎用性を極限にまで高めることが可能となったのである。